こんにちは、カルトナイダー10枚勝負です。今日は2022年の8月28日を5時間ほど過ぎていますけど、見ていきたいと思います。現在のエイドコインの値段は、61.0 ということで、ちょっと変わり映え次第ですね。はい、15分足なのでもうちょっと前の方に行かないと1日見えないですが、ほぼほぼ横ばいですね。ここ28日ずっと、61円がここ、62円がここということで変わりませんと。はい、日足ですと一旦上まで行って、そこからねずっとしてきて、その後こう止まってるというか、まだまだ下げ基調なんですかね。はい、一番下がねこの辺り、55の手前まで行ってますけど、ここに近づいては来てるんですね。はい、でもっと大きな流れでいくと、もう下げトレンドそのまま維持しているように見えますね。なので、はい、なので、ね、ちょっとここの下を超えそうな雰囲気を払拭できるのか、はい、今のハードフォークがね進んだ後に、それだけで反応するかっていうとちょっと厳しいかなという気がしますけど、その後じわじわ来るのをちょっとね期待したいなと。はい、月末近づいてきたので見ると、陰線でねなんか終わりそうな雰囲気です。はい、ではツイッター見ていきます。はい、榊原さん、この週末でノードバージョンアップを行った SPO さんも多く、全体の移行作業は順調のようです。バジルハードフォーク実施条件の一つ、新バージョンノードが生成したブロックがエポック全体で 75% を超えるが、達成されるのも遠くなさそうですね。同じ条件の一つである取引所による統合も8月29日から、作業が本格化しますということなので、まずこちらの取引所に統合がこれから作業を本格化するということだとすると、ちょっとね、この、今からエポック切り替わりますけど、そのエポックとか、その次でっていう感じにはちょっとまだならないかなと思いますが、はい、このティム・ハリスンさんのですと、ここだと 76% もう、35.3 に変わってるというふうになってますね。はい、1時間で見るとこうなってますよと。はい、でエポックで見るとまだ 58% ですよということで、直近今のタイミングで見てみますね。はい、こちら、プールツールさんのところに来てるんですけど、先ほど 60% 台だったけど 72% ですね。1時間単位で見ると 72% だから、もうちょっとですね。はい、まず1単でも、75を超えないといけないということだと思いますので、まだそこまでは行ってないという感じですね。はい、なので、もう 2,3 エポックがかかるような気がしますね。はい、ISPF さん、いよいよですね、実装日のアナウンスがあるまで待ちましょうということで、こちら、カルダの創設者、イノード 1.35.3 の大規模な使用に反応し、バジルに先立って全てが予測通りに正確に進んでいると述べていますと。はい、こちらの記事ですね。カルダナの創設者、バジルよりも先にノード 1.35.3 の大規模な仕様に反応し、全てが予見通りに進行していると述べていますということですね。はい、バジルメインネットの立ち上げが間近に迫っているため、待望のハードフォークの集中的なテストが行われています。先週、カルダナの創設者であるチャールズ・ホスキンソンはバジルに使用できる可能性のあるプラットフォームでも 1.35.3 のリリースを発表しましたと。ちょっと古い感じですかね。新しいノードの立ち上げ後に多くの論争が続いたが、問題は修正されたようだった。最新の開発ではカルダナのエクスプローラーはステークプロオペレーターが使用しているノードを示すプラットフォームのリンクを共有しましたと。こちらですね、この青いのがもう変更後で、赤いのが古い、で黄色は何だっけな、ちょっとまた後で見てみようと思いますが、興味深いことに SPO は現在、以前のバージョン 1.34 よりも最近リリースされた 1.35.3 を支持しています。体のエクスプローラーのデータによると、全ての体のブロックの 53% がバジルフレンドリーな 1.35.3 ノードによって生成されるようになったため、SPO が他のノードよりも新しいバージョンを好むことは明らかです。でチャールズさんの反応、この開発に反応してホスキンソンはマイクロブログプラットフォームの自負を全て私が予見したように進んでいるとキャプションで共有しましたということでね、これか、 Everything is proceeding exactly as I have foreseen ということですね。はい、で
ホスキンソンは SPO の間で 1.35.3 が大量に使用されていることに感銘を受けています。これは一部の SPO がホスキンソンが彼らと同じページにいないと批判してから1週間後のことです。クリプトベーシックが報告したようにプロジェクトなんとかの CT はホスキンソンが彼のデバップスやテストチームと同じページにいないためメインネット上の 1.35.3 にアップグレードしないように他の SPO に助言していました。ただし SPO は他のノードバージョンよりも 1.35.3 を好むため問題は体の背後にあるものです。クリプトベーシックが報じているように IOG は世界最大の暗号交換バイナンスがバーチャルハードを組み越してカルドのノードのアップグレードを開始したことを明らかにしていますということで、ちょっと2つのサイトを見てみましょう。まずここの最新版ですよね。はい、さっきのツイートに比べるとだいぶね、あの緑が増えているのがなんとなくっていうか、もうはっきりわかると思いますね。はい、なので、まあ、さっきの記事はちょっと古いのでこれだけ進行したと。これ今ですね、出前がこの記事の執筆時点がこれくらいで赤が多いですよということで、はい、こんなに緑が多くなってますよということですね。はい、ただここをちょっと下見るとこれ2ミリオン以上ということで、私のプールは対象外ということで、はい、残念ですが、まあ、私も書いてますけどね、はい、でレイテストブロック、最新ブロックはこれくらいでできてますよということですから、まあ、大体ですけど、まあ、もうちょっとということですかね。はい、そしてもう一つ見たいのが、IOG のページですね。バーチャルアップグレードのためのエコシステムの準備ということで、こちらが IOG の認識している進捗状況を表しているページですので、ここに取引所がね、下の方にありました。はい。で、ちょっとバイナンスが進んでいる感じですね。処理中と書いてあるので、で、バイトゥルを用意と書いてあります。で、まあ、この赤いところがね、どんどん進んでいってほしいということですし、確か火曜日と金曜日だったかな、週に2回ぐらい、アップロードするとどこかに書いてあったと思うので、これがね、だんだん、変わっていくというのを見ていけると思います。はい、ゲート IO ですね。2つ、あ、でもここ、NDAX っていうところも。大丈夫、はい、2つやってあって2つ緑ですね。2つ緑で1個が大々という感じですか。あ、大々が2つか、はい、ということですね。はい、このサイトリンク貼ってありますので、ね、ぜひ使ってください。はい、ミスタービットコインさん、そこをビザ、ニアペイ社と提携しヨーロッパ全土でビットコインのカードをローンチということでね、はい、ビザカード、で、ビットコインが扱えるんですかね。はいはい、こういうのが日本に来てほしいですね。はい、同じくサンドイッチ店のサブウェイベルリンでビットコイン決済を受け入れということですね。はい、広まってます。はい、ジャラさん、ヘディングトゥースタンフォードフォーオープニングオブアワーラボ&ザブロックチェーンコンフェレンスということで、飛行機乗ってるところですかね、ジャラさん。はい、こちらがスタンフォード大学かな、ブロックチェーンのカンファレンスということで、ちょっと日本語になってますけど、29日から30日ということです。で、こちらにですね、誰が出てくるか、何やるかと、まあ、ちょっとね、専門的で難しいんですけど、このようにね、29日から31日までの、セッションですか、誰が出るかというのが書いてあります。まあ、パッド・ミチャルさんの名前はなかったような気がするんですけど、まあ我々のチームということだったので、関係者の方がね、出てくるんじゃないかというふうに思います。はい、配信があるのかな、ちょっと分かりませんけど。で、どっかに、ビタリックさんの、ね、講演も確かありましたよ、ここか。はい、51% 攻撃のリカバリーということですね。はい、まあ、英語いける方はちょっと覗いてみてはいかがでしょうか。はい、九州大学さんの Web3 推進会、本日学校で教えてくれない Web3 の可能性、今こそチャレンジに登壇させていただきました。めちゃくちゃ勉強になりました。とても楽しかったですということですね。まあ、27日って書いてあるので、まあ、土曜日ですかね。はい、でもいろんな大学でね、こういう動きがあるというのは素晴らしいですね。はい、では値段に戻りまして 60.98 円ですね。はい、14,012.9×60.98 で元本が10万円ですので、計算しますと75万4507円のプラスということになりまして、はい、754% のプラスということですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。